おはようございます。いい加減配信無責任 YouTuber ゆほチャンネルのゆほです。2023年令和5年6月6日6月6日火曜日、今日は某種という日です。国権の静かな湿り某種なる田中亜美さんっていう若い 女流の方だと思います。俳句です。野木のある植物、例えば稲、これを植えることが某種の意味です。田植えのこの時期、走り梅雨が降ったりひんやりと感じられたりします。その湿りがピアノの黒鍵まで及んだのです。黒鍵に触れた感じにいつもと違う湿りが感じられたのでしょう。某種ですね。今日はちょっとですね、深刻なところを抜けてきたので、UFO の弁明という題にしましたが、この前の配信で、イーコ戦争の慣れの果てがこの日本を滅ぼしたって断言しましたけれど、実は私がそのいい子であって張本人だったっていうのを昨日思い知ったようなことです。と言いますのは、母が施設に特養老人ホームに入所してて、毎月だいたい月の初めに面会に行くんですけど、大津屋の水まんじゅうを買って、いたんですね。大変床屋さんしてもらってさっぱりして元気でしたけど、母は2回ワクチン接種してるんですけど、コロナウイルスのコロナワクチンですね、3回目の接種を施設の方で頼まれて、同意書にサインしてほしいって言われて、入っていって、面会終わった後サインしてきたんですけど、帰る途中にですね、私ワクチンかだの、その危険性、ビル・ゲイツの陰謀とかいろいろな話を聞いているので、これ何のためらいもなくサインしたけれど、これって矛盾してるなと思って、あまり大きいこと言えなくなるなって。いい加減もいい加減で、本当に、自分の母親を殺すような毒まんじゅうを差し入れたようなもんだと思って、まあ、Facebook にも投稿したりして、これからのワクチンはより命の危険性があるような情報もあるみたいで、ちょっと深刻になって、かみさんとか妹にも LINE でそういうことを言って、まあ悩ましいことだ、悩ましい時代を生きているっていうことを話しました。でも、もう、自分に自分を納得させるのがめんどくさくなりまして、もうそれはもう、なってきたようになるしかないっていう、開き直りですね。開き直ることにしました。それで、ちょっとドストエフスキーの力を借りてですね、ちょっとこれを、こんな細かい字なので、メガネをちょっと外します。失礼します。
どっから話すごい、これを読んだときに、ああ、200年前に、ロシアで自分と同じようなことをやってた人がいたんだなっていうのをすごく思ってですね、これを読ませていただきますが、結構、地下室の手記っていうやつですね。だいぶ他のやつより早く読んでるんですよ。どこから読むか。時間がなくなっちゃう。どこから読むかな。長くなるかな。すいません。そう、自分自身の屈辱感の中にさえ快楽を見出そうと企てるような人間に、せめて多少なりとも自分を尊敬したりすることなど果たして可能だろうか。私が今こんなことを言い出したのは、何か甘ったるい開墾の念に駆られたせいではない。それに大体からして、私はごめんなさいお父さん、もう二度としませんからなどと口にするのが我慢できない性質だったが、それは私にそういうことが言えなかったからではなく、むしろその反対にあまりにも簡単に言えそうだったからかもしれない。私は自分には少しも悪いところのなかったような時にわざと他人の罪を背負って出るようなことがよくあったものだ。これなどはもう何よりも醜悪なものであった。こんな時には私は心の底から感激し、後悔の涙を流したもので、無論自分で自分を欺いていたのだが、そうかといって決して芝居を打っていたわけではない。ただなんとなく私の心がそんな醜悪な真似をさせてしまうのだ。このような場合、自然法則を責めることさえできないが、もっともこの時ばかりではなく、生涯にわたって何者にもまちして私を侮辱し、同士だったのはこの自然法則であった。こんなことは思い出すのも汚らわしいが、あの時だって汚らわしく思ったことは言うまでもない。何しろ、ものの一分も経たないうちに、私はもう激しい憎悪に駆られながら、こんなことはもうみんな嘘だ、でたらめだ。こんな後悔も、こんな感激も、こんな公正の誓いも、何もかもいやらしい、見せかけだけの虚偽なのだと思ったものだったから。それでは何のためにあのように自分で自分を痛めつけ、苦しめたのかと尋ねてみるがいい。その答えは、手をこまねいて座っているのがやりきれぬくらい退屈だったので、それで軽業をちょっとやってみたかったからだとでも言えようか。確かにそうだったのだ、諸君。自分自身をもっと注意深く見つめてみたまえ。そうすれば、なるほどその通りだと理解できるだろう。私が自分で様々な冒険を考え出したり、人生を創作しようとしたのは、せめて何としてでも生きていたいと思っていたからに他ならない。まあ、例えば別に何の理由もないのに、わざと腹を立てるようなことがこれまでに何度あったか知れないが、腹を立てたりする理由など何もないのを自分でも知っておりながら、自分で自分を消しかけているうちに、しまいにはとうとう本心から腹を立てるようになってしまうのだった。私は生涯を通して、なぜかこういう芝居をやってみたいという気持ちにずっと取りつかれていて、ついには自分でも自分を抑えきれなくなることもあった。無理に恋をしてみたいなどと勇気になったことも二度までもある。誓って言うけれど、諸君、私は恋に苦しみ悩んだものだった。心の奥底では自分が悩んでいるなどとは信じずに、嘲笑してやりたい気持ちも動いたものだが、
それでもとにかく悩んだことには変わりなく、そのしかもその悩み方たるや嘘偽りのないもので嫉妬に変わられて我を忘れたこともある。それもみんな退屈から出たことなのだ諸君、すべては退屈のなせる技なのだ。惰性に押しつぶされてしまったからなのだ。何しろ意識の法則に従ってそのまま直接生み出される結果は惰性、つまり意識的に手をこまねいて傍観しているような態度に他ならないのである。そのことについてはすでに述べた。ここで繰り返して言うならば、とりわけ強調して繰り返して言っておくならば、思うがままに行動する無邪気な人々や活動家諸君が実践的なのは彼らが愚鈍で浅はかだからである。そのことをどういうふうに説明すべきか。そうだ、彼らは己の浅はかさのためにもっと手近にあって第二義的な意味しか持たぬ理由を根本的なものと取り違えて、それでもって他のものよりも素早く安易に自分の行動の絶対不変の根拠を発見したかのように確信し、そこで安心してしまうのだと思ったとでも言えようか。それが肝心なことである。確かにいざ行動を起こすにあたっては、あらかじめ絶対に安心のいくようにし、いかなる疑惑も残らぬようにしておくことが必要なのだ。それでは例えば私などの場合、いかにして安心したらよいのだろうか。私の依拠すべき根本理由はどこにあるのだ。その基礎はどこにあるのか。それをどこからそれを取ってきたらよいのか。私は思案の訓練を積んでいるので、どのような根本理由であってもすぐさまそれよりももっと根本的な他の理由が現れてくるといったありさまで、新しい理由が次から次へと果てしなく現れてくるのである。あらゆる意識や思想の本質はまさにそのようなものなのだ。そうなるとこれはもう自然の法則ということになる。それでは結局のところ最後はどうなるのだろうか。それだってやはり同じことだ。つい先ほど復讐について私の語ったことを思い出していただきたい。きっと諸君はよくは理解できなかったに違いないが、人間が復讐するのはそこに正義を見出したからであると私は言ったのだった。すなわち彼は他ならぬ正義のためにという根本理由を見つけ出し、根拠を発見したわけなのだ。したがって彼はあらゆる面において安心することができ、その結果自分は名誉と正義の名において行動しているのだという確信を抱いて、心安らかに守備よく復讐を遂げることができるのである。ところが私の場合だと、そこに正義を見出すこともできぬし、いかなる特効もまだ発見できないので、そのために仮に復讐するとしても、憎悪のためにするより他ないということになる。憎悪というものだったら、もちろん私の疑惑にせよ何にせよ、すべて打ち勝つこともできようし、それが理由ではないからこそ、かえって根本的な理由の代用を立派に務め上げることができるのかもしれない。しかし、もしも私に憎悪すら存在しないとしたら一体どうすればよいのか。先ほど私はちょうどここから話を始めたのだった。私の憎悪にしたって、あの呪わしい意識の法則の作用で、またしても化学分解を起こしてしまう。見ているうちに対象は飛び散り、理由は蒸発し、攻めるべき相手は見失われ、侮辱はもはや侮辱でなくなって、宿命のようなもの、つまり誰ももう攻めることのできない敗退のようなものになってしまい、こうしてまたもや壁をいっぱい殴りつけるという例の方法一つしか残らなくなってしまうのである。まあそこで根本理由が見つからないのだから諦めるより他はないということになる。だがあまりよくは考えず、根本理由もなしに、そしてそんな時ばかりは意識も追い払って
自分の感情の赴くままに盲目的に身を委ねるのも良いことではないか。手をこまねいて座って痛くはないという、ただそれだけの理由から憎んだり愛したりしてみるのだ。そうすればどんなに遅くとも3日目には何もかも承知の上で自分で自分を欺いていたということのためにも我と我が身を軽蔑したし始めることだろう。その結果として残るのはシャボン玉と惰性だけである。ああ、諸君、私が自分のことを賢い人間だとみなしているのは、私が生涯を通して何一つ成し遂げなかったという理由からかもしれないのだ。いや、私がおしゃべりだと言われたって構わない。みんなと同じように、毒にも薬にもならん、いまいましいおしゃべりだと言われようが、構いはしない。しかし、もし世の中の賢い人間の疑う余地のない唯一の使命が、饒舌であるとしたら、つまり内容空疎な議論をもてあそぶことでしかないとしたら、どうしようもないことではないか。っていう、まあ、ちょっと一節ですけど。あ、もう16分、17分になっちゃった。もう本当に自分がこういう感じなんで、本当申し訳ないなとは思うんですけど。で、このパソコン今立ち上げたときに、最近、チャット GTP だっけ、あれが話してみませんかっていうのがあったんで、ビル・ゲイツはパンデミックの首謀者ですかって聞いたら、ビル・ゲイツは、みんなの幸福のために、ワクチンを研究しているっていうようなことが言ってました。あ、もう来ちゃいましたけど。そんな感じですね。それでは皆さん、今日も一日、良い、お仕事、遊びを楽しんでください。Have a nice day. Goodbye. ゆほチャンネルでした。ありがとうございます。失礼します。